で、このチームの一番の致命的な部分は、でもそれってあなたの感想ですよね。意味がないのではないかなというふうに思いまして。今、僕の結論が出たんですけど、この中で一人内定を出してくると、どうも、しゅんです。こんにちは。グループディスカッションの動画を撮らせていただきたいなっていうふうに思っております。南と申します。世界最速で日経新聞を解説するアカウント、セカニチっていうアカウントを運営してまして、日経新聞の経済の情報を、解説している活動をしてます。どうも、バカラジオのキータです。早稲田大学3年生で YouTube もやってます。はい、バンカラジオのキータじゃない方です。早稲田大学文学部の4年生です。よろしくお願いします。吉本興業所属、芸歴3年目の丸井瑠と申します。シャータカンタ、海鮮団。わあ、美味しそうな海鮮丼。でもこれウニが足りないな。すいません、これウニ足してください。ありがとうございます。わあ、ウニたっぷり嬉しいな。そうだ、こんなこと日記に書いちゃおうっと。ウニ増しダイアリー。ポイントを3つお伝えします。1つ目は、気配りです。グループディスカッションって、名前の通りグループでやるものなので、メンバー全員でチームとして成果を出すっていうのが一番大事なことでございまして、相手への気配りをしないと、やっぱりそれってチームとしても価値がないと思うんですね。例えば自分が言いたいことだけを言って、制限時間の8割9割を自分一人が喋るみたいなことってやっぱ今中にはいるんですけれども、チームとして成果を出そうとする姿勢があるかどうかが一番大事でございます。これが1点目の気配り。集団面接のポイントの続きは動画の後半部分で詳しく紹介します。まずは実際の集団面接をご覧ください。グループディスカッションのお題は、学生街のラーメン屋さんの売り上げを2倍にするためにはどうしたらいいかっていうのをチーム内で話し合ってください。今後のやっぱ飲食店の未来って人だと思うんですよ。どのラーメン屋もやっぱもう全部美味しいんですよ、大体。ここで何が差が出てくるかって、やっぱ働いてる人に会いたいとか、そういうものが僕は重要になってくると思うんですよ。ラーメン屋で働いている人とお客さんとの距離を近づけるっていうのが僕大事だと思いますね。どうやって近づける？有名なサークルの代表とかは積極的に取り込んで、でその代表が働いてる時間とかをラーメン屋のツイッターで言うんですよ。そしたらそのサークルの友達とかがみんな来て、店員さんと知り合いだったらちょっとサービスするとか、これは繁盛すると思います。柳介は何かあり？まあ僕は全くキータさんと反対意見ですね。で、学生って基本金を落とさないですじゃないですか、あんまり。でかつやっぱ異質はあるんですよ、そういうところって。ただでさえね、単価が低いラーメン屋なんかは、そこにね5分10分でもう居座られたら、それだけでラーメン1杯分の売り上げが減ったりするんですね。でもそれってあなたの感想ですよね。全然数字が出てきてないし、逆にあなたは数字だった。うちの店舗はこの戦術やって2倍になりました、去年から。それはあなたのそこで感想じゃないですか。それはあなたの感想。いやいや、じゃあ丸井さんどう思いますか？仲良くしよう、客観的に見ようぜっていう。丸井さんどう思いますか？ありますよ。私はなんかそういう難しいことを考えるよりも、なんだろう、2倍にするってことは単純に席数を2倍に増やせばいいんじゃないかなって思う。そしたら土地代が2倍になっちゃいますよね。いや、もう土地は増やさずに、ぎゅうぎゅうにする、もう席を。それは人気店だから通用するんじゃないですかね。サーチョーなら無料で来れるみたいな感じでしたら、そのオンラインだけじゃなくて口コミでオフラインで50人とか100人とかにリーチというか認知が広められる可能性があるなって思ってて、部分的には最先端なんですけど、それちょっと安直な考え方で。待って、最後まで言わせてください。いや、早稲田王っていう学生の大会があるんですけど、それで優勝したら武道家1年分無料券みたいなのもらえるんですよ。はいはいはい。今しゅんさんが言った通り、無料にするみたいな、有名人をね。でもそれ、その人1日2回来ちゃうんですよ。週本当に約平均で10杯ぐらい食ってっちゃうんで、平均して700円だとしたら7000円じゃないですか。毎月3万飛んじゃうんで、無料にするのは僕は安直かなと思いますね。違うんですよ。皆さん SNS 普段使ってますよね。一番簡単な知名度を上げる方法っていうのは他にあるんですよ。何だと思います？丸井さん、何だと思います？チェーンメール。あ、まあ、近いですね。鋭い、仲間。意外と鋭い。鋭い、うん、そうですね、まあ、炎上させることなんですよ。店を炎上させることが一番知名度を獲得するにあたって、ノーコストで、かつ最短で、認知を拡大させることができるということで、で、まあ、もちろんその炎上するって言っても、まあ、適当にうやむやにね、変な炎上させたらもちろんまずいんですよ。例えばゴキブリが入ってたとか。まあ、そんなのは店側に何の利益もないじゃないですか。それは良くないよ。だって、良くないですよ。だって、
メリットないじゃないですか、あんまり。炎上して人気になればいいけど、人気になれなかった場合、うん、だから今あの炎上した店行かないよって、だから好感度じゃないですか。まあ、最後までだから最後まで聞いてください。例えば、もう客が食べるのが遅すぎてずっとくっちゃべってると。でも、店側がもうお前いいよ、出てけ。そんなくっちゃべるなら、他にも食べたい人がいるから出てけ。お店側がもう高圧的な態度で客を追い出したと。これは、確かに店側の人の意見分かりますよね。ずっと居座られたら困るんで出てけと。で、うちはそういう店だからもう来なくていいと。でも客側からしたら、いやいや、さすがに飲食店なんだからそういう言い方は良くないよと。多分これ5-5ぐらいで分かれるんですけど。だからそれあなたの感想じゃないですか。だからこれ僕の感想を述べてるんですよ。別に感想発表会じゃないんですよ。ちゃんと話を決めなきゃいけないってことなんですよ。喧嘩はやめよう。いやいや、喧嘩じゃなくて、ふざけてるから。定期的に買ってもらうような登録制にして、例えば毎週金曜日は冷凍ラーメンお届けしますみたいな形にして、毎月届く契約にしたら、例えば Netflix とか Amazon プライムみたいな感じで、毎月一定額の売り上げは上がるから、長期的に見て売り上げは上がるのではないでしょうか。で、丸井さん働いたことあるですもんね、ラーメン屋で。はいはい、何人いました？あります、ね、オペレーション。オペレーションは 3人。そうなんですよ、3人とかなんですよ。うちもマックス3人。3人で回さなきゃいけない、うん、冷凍のあれ作ってる時間ないんですよね。ってなったら人件費必要だし、宅配のお金も必要だし、で学生街でしょ。で学生近く住んでるってことですよ。届けてもらう必要ないんですよ、学生街であれば。もちろんその学生街にあるラーメン屋といっても、周りに社会人のが住んでる場合は社会人のがも利用すると思うんです。普通に考えて学生街って学生がたくさん住んでるんですよ。だからそこに住んでる学生街に住んでる他の学生以外の人間はもうターゲットから除外するってことなんですか？いや別に除外はしてないですけど、学生にバズるような、学生に当たるようなこと考えようって言ってるじゃないですか。普通に考えてそうだよね。でもその言い方は良くないと思う、キータ君。議論が発展しないじゃないですか。僕は一応前提として確認しただけですから、勘違いしないでください、ね、例えば学生以外のラーメン屋さんで結構男子が多いと思うんですよね。その男子大学生に認知を広げたい人とか、募集をかけたいお客さん、その企業さんとか大人の人たちにその広告枠を売るのはありだと思ってます。例えばあのラーメン屋の、例えば味噌ラーメンを株式会社ダイアリー味噌ラーメンみたいな感じで名前を売るとか、1ヶ月間そのラーメンの名前を変えるには10万円かかりますとか、かつ原価が0円っていうことで売り上げはアップすると思います。でもどう思う、丸井さん。いやでも私はもっと簡単に考えて、学業もなんか頑張った方がいいなと思うから、なんか満点のテストの紙を持ってったら割引とかしたらいいと思う。これからの時代、食べ物よりも体験を求めるって西野亮廣さんが言ってたんで、体験なんですよ。だからやっぱその100点を持ってって、そこのコミュニケーションに学生はお金を払う。だから僕すごいその案いいと思います。女の子だからって優しくしませんか。いや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 、そういうことじゃないですよ。出た案をまとめると、僕が出した案で言うと、その学生アルバイトをうまく使う。僕は炎上商法です。で俺が、広告枠を売る。席数2倍にしてテストを持ってきたら安くする。まず MVP からやった方がいいと思うんですよ。モーストバリアブルプロダクト、あんまりコストがかからないものから。で結局炎上とか席数を増やすってコストがかかるんですよ。自分たちのアプローチから変えれるだけの、やっぱそのテスト、まあ、有名な学生を取るとか、スポンサーを出す、スポンサー枠を売るとか、 MVP から僕はいいと思うんですけど、もちろん KPI 見込めると思います。でもそれってあなたの感想ですよね。僕らでもほぼコンセンサス取れてるんで。でもやっぱりみんな納得してからのがいいよね。炎上って言い方が良くないよね。だって炎上の目的ってより多くの人に見てもらうことだよね、きっと。だからそれが達成できれば炎上じゃなくてもいいよね、きっと。だから前向きな火起こしというか、前向きな炎上を目指すのがいいんじゃない。着火ですね、じゃあ。バーニング。そう、バーニング。1分程度ぐらいで点を教えてください。学生街のラーメン屋さんの売り上げを2倍にするために大きく2つの施策をしようと考えています。1つは認知を広げるための施策です。学生街のラーメン屋さんを知らなかった人に認知を広げるために、近辺の大学のサークル長やリーダー職の人たちはラーメン1杯無料にするという施策。条件としてツイートであったりとか動画を作るっていうのが条件なんですけど、それによって今まで知らなかった人に認知を広げることを
策としてやろうと思っています。大学の近くなので大学で成績が良かった人とか満点のテストの紙を持って行ったらラーメン1杯無料とかっていう施策も、考えています。2つ目は、お客さんからお金をもらわずにそのお客さんとマッチングしたい企業さんからスポンサー枠を勝ち取るっていう施策です。でそれによってラーメンからの収益は変わらないんですけど、そのラーメン屋さんに来る男子大学生とか大学生に認知を広げたいお客、企業さんからお金をもらうという、価格を上げたりとか下げたりせずに別の収入が得られるっていうことが見込まれます。ラーメンの商品名を変えたりとか、ここのエプロンの広告枠とかを売ろうっていうふうに考えています。改善点を1個ちょっと短めに挙げるとすると何ですか？とりあえず1回人の話を聞く、全部聞いてみるっていうところ。あ、まあでも議論のスタートが良くなかったんじゃないかな。例文を詳しく定義付けした方が良かったかなと思いました。2倍の意味とか学生街ってどういうことなのかとか、大学が近いから学生街なのかとか、いろいろ聞いた方がいいのかなって。スケジュール設定みたいなのがゼロだったので、はい、全体像が見えなかったっていうのが反省としてあります。ありがとうございます。今僕の結論が出たんですけど、この中で一人内定を出すとすると聞いたか。マジっすか、はい、やった、はい、これ明確な理由があります。でこのチームの一番の致命的な部分は前提条件が揃ってないんです。だから空中分解して意見がまとまらなくて、だから意見が合わないんです。アイディア勝負の大喜利になってしまうんですね。焦点ってあれまとまりないじゃないですか。それぞれが言いたいことを言う、面白かったら丸、面白くなかったら×。大喜利だとたまにめちゃくちゃ面白い、でもなんか空振りも多いみたいな。それって実際リアルビジネスでは空振りって致命的なんですね。10億円使いました、空振りました、ゼロになりました、終わりですみたいな。で、どうですか。やばいですよね。安定した成果が出せる人が欲しいわけですよ。で、安定した成果が欲しいってことは再現性っていうのが大事で、だから大事なのはまず前提を合わせて必ず一定の成果を上げるっていうところが大事なんですね。で今回このチームにおいては前提が一つも合ってなかった。グループワークだけで見ると全員マイナス 100点。ロジックツリーってその切るのよ、問題点は何なのかっていう。でラーメン屋が売れてません、売れてない理由なんだっけみたいな。ラーメン商品そのものなのか、ラーメン商品以外の部分の、まあ、立地なのか価格なのかスタッフの対応なのかって、まず問題を切るんです、分割して。でその切った上でどこが一番クリティカルな問題なのかっていうのを知るのが一番大事。で2倍にしたいっていう目標を達成する上でやることはすごいシンプルに3つなんですね。で単価を上げるか、席数を増やすか、回転率を上げるか、この3つしかないんです、2倍に上げるっていうのは。で回転率を上げるかっていうところの中に、その既存の人に何回も来てもらうかっていうところとか、新規の人にいっぱい来てもらうかっていうのが分かれてる。そこからいろいろツリーになってるんですね。まずそのツリーを切ってない時点で頭が悪そう。で今単価の話してるのか、席数の話してるのか、リピーターを増やす話をしてるのかとか、なんか どの話をしてるのかっていうのが前提として誰も揃ってないから、だからぐっちゃぐちゃなんです。でいろいろその切ってその網羅した上で単価の話だけに絞る、じゃないと面白くないんですよ、意見としても。2点目は負担の力、期限があるんですよ。例えば30分とか、例えば50分とか。じゃあその期限に向けて、じゃあいつまでに何をするのかっていうのをちゃんと区切って、じゃあ開始から15分以内にはこれでこうしようと、開始から30分、50分の時にはこうしよう。ちゃんと示してあげて、それをチーム全体で共有すると。で、それで最後、成果物に向かって、時間がない中でも取捨選択をして、最後、一番いい成果をチームとして作り上げていくっていうのが大事。で、3点目大事なのは、実体験です。正解がないことをディスカッションしたりするんですよ。正解がないからこそ大事なことって実体験なんですよ。で自分自身が小学生の時どうだったとか、リアルな体験として自分がどういう体験をして、で今どういう意見を持ってるのかっていうところの方が説得力がある。でしかも聞いてて楽しいので。なんで、なんかどっかの記事でコピペで持ってきたような意見じゃなくて、自分の実体験を喋るようにしてください。っていうのが3点。学生の新卒対応においては、伸びしろを見てるんです、伸びしろ。伸びるか伸びないかの判断は、反省をして次にどういう行動をするかっていうのが一番大事なんです。だから、グループワーク終わった後の反省、振り返ると、これからどういうアクションを起こすかっていうのが、選考の過程にも入ってた。で、キータ君は、的を捉えてた。このチームの問題点は何なのかっていうのと、次にどういうアクションを起こすのかっていうのが明確だし、その、ちゃんと本質をちゃんと掴んでた。じゃあ、シュン君はから言うと、この言い方良くないよ、みたいな。
常にチーム全体がいい雰囲気になるように努めたっていうのはすごい良かったし、あと唯一チームの中で一人だけ時間の感覚があったんですね。30分経った時に、じゃあまとめるとっていう一言があった。で、誰からも他のみんなからはまとめるとって一言がなかったんで、で制限時間内において結論を出すのが一番大事な能力なんです。時間を限られて。今回、参加していただいた皆さんの YouTube チャンネルや SNS 各種リンクは下の概要欄にあるので、よかったら覗いてみてください。ということで今日の動画は終わりです。ぜひチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。